さあ、皆さん、こんにちは。ノッツォでございます。ということで、今回も、ですね、ドラゴンボールザ・ブレイカーズやっていきたいと思います。はい、ということでやっていきましょう。まあ、久々にやるわけなんですけども、最近ちょっとね、初心者の方がね、増えたということって、なんか増えたよね。クリスマス終わってからか、なんかジャンプフェスタかなんかあったんだっけ？それで私有やってね、楽しいと思ってや、思ってやってる方が、買った方がいるのかなと思うんですけども、とにかく初心者がね、まあ増えたということで、ちょっとね、まあ僕なりにね、初心者の方に、これやっといた方がいいよ、みたいなね、いうのをね、教えようかなと思います。まあ、全然僕も下手なんですけども、やっぱね、最初にね、選択する画面とかもちゃんと数に押すとか、ここの画面でもまあ一つぐらいね、なんかアクション、まあ例ぐらいね、数とかすると、割と気持ちのいいね、戦いができるのかなと思います。やっぱね、挨拶、一期一会とはいえね、挨拶は重要だとね、私は思うわけでございますと。はい。まあ、やってもやんなくても別に、その戦闘の差はないんだけど、気持ちの問題？はい。あとはあれだね、この開始してからスタンプを押すか押さないかは、まあ、恥ずかしいと思う人は押さなくていいと思うし、挨拶する、例えばこうやってしてきた人に対しては、まあ、返してあげてもいいんじゃないかなとは思います。はい、返してこない人もいるけど、一応ねやっとくと、ほら返してくれる人もいると。スタンプね、やっぱ操作ちょっと難しい、まあ、初心者の方だと難しいかもしれないんですけど、なんだっけ、この左の ZL か、 ZL の方にやると、 ZL の長押しで、あとはこのなんたら、なんたら、この、右のこの、クリクリするボタンでこう、操作できますので、はい。チェンジパワー M か。これは欲しい。うわぁ !L たくさん。はい。あとね、まあありがちなんだけどね、この家の中とかも入った人のもんだから、あんまり入んない方がいい。チェンジパワーが、全然溜まってない人がいるんだったら譲ってあげることもいいけど、やっぱ自分が優先的に強くなった方がいいと思うし、あとね、チャンジパワーがもうこまめでもこれあったら取ろう、うん、絶対取った方がいい。自分はドラゴンボールでやるんだっていう黄のやつもいると思うんだけど、このチェンジパワーですよ、絶対取ろう、うん、やっぱないのと、じゃあチェンジパワーが0なのと1なのとでは逃げる何生存確率が段違いだから変身できなくてそのままやられるってこともね、まあ、正直あるけど、変身してから逃げた方が絶対いいからね。1でもね、耐久はあると思うし、うわーこれ最高だな。あとはクールドリンクは一番優先に持っていた方がいいアイテムかなと個人的に思う。バリアはまあそのスキルによってそうなんだけど、俺はあんまり最近は重要視はしてないかな。どちらかというと、ドリンクのが重要かなと個人的に思うわけでございますけど、ここにね、チェンジパワー M があるから、回収しても、この時点で3ってやばくないかな。もう少しで3になる。あとはバイク乗ることをおすすめかな。これもスキルによってそうなんだけど、ね、バイクのその何、スピードとジャンプ力を上げればこれぐらいまでの加速になると。俺がね、ブルーマの一輪車と組み合わせれば最強になる。最近なんかね、ゴデンとかトランクスとかビーデルとか、ご飯の青年期とかのスキルがね、出てると思うんだけど、あんま俺は使ってないから、もう昔のまんまにしてるね。当たってないっていうのもあるけど、一番の問題は当たってないとも言えるけど、あとね、こういうバリア装置とかで、最終のね、スーパータイムマシン起動の時の最終戦に、使うかもしれないから、この X の地点に投げ捨てる方がいいかな、うん、どこでもいいわ。 X だったらどこでもいいと俺は思ってる自分があそこに置いたなと思って、そこに逃げて回復したりとかできるようにしといた方がいいんじゃないかなと個人的には思う。ちなみにこのクールドリンクは、まあ、自分が使うか仲間がこう頑張ってね戦ってくれた後、瀕死して生き返らした後に渡してあげるとかね、そういうこともできなくもないかなとは思うわけでございます。今は追いかけられてますよってことか。魔人ブーはね、レベル3からだからね、やばいね。やばいね。
何何やべ、逃げろ。ブーから逃げる。あー、ドリンク使いたくねー最終戦で使いたいから、ちょっと一旦これこうしようか。お、たまたまより、たまたま寄ったところにおっさんがいるね。俺は3だから、あで3だったらもうチェンジパワー拾えないから、ありがとう。いや飲んどくか、怖えし。これチェンジパワーね、溜まったらもうこうやって、ピン刺し、とにかく L は人にあげた方がいいね。みんなも育たないとこれ勝てないゲームだし。やっぱ、1が多いより3が多い方がいいしね。1より2だし、2より3だし。はい。しね。助けた後も、こうやって何回かピン やれば、あ、人助けたあれなのかな、みたいな。なかなか難しいけど、これ。おいおいおい、D、おい、どうすんねん、これ。ジョエル。え、いられたかな？ドラゴンボールで、一応確認。あいつが持ってたドラゴンボールに反応すんだけど、別に反応せんしね。あ、捕まってる。ドラゴンボール持ってるやつが。どうしよう、どうしよう、どうしよう。これ D はね、これもう1個しかついてないっていう状態は、レーダーにとってはもう最高なのよ。しかも相手がドラゴンボール持ってたらね、もう裏で集められることも絶対ない。うーわ、起動機レーダーナイス。ここか？あ、これだ。あ、これだ。ナイス。オッケー。あそこで起動機レーダーを俺ゲットできたのは、最高だな。何があれって、ドリンクのあれ、やってないっていうところか。いや、見つけたとてなんだよね。戦っていくしかないから。よしよし。OK。戦ってくれてる間に、俺が設置をしに行くか。いや。上に飛んで、上に飛んだ方がいいな。で、ブーは捕まえてくるから、それだけ気をつけよう。ほらー、よし、今のうちに誰かつけてほしいけど、つけてないよな。よし、逃げろ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 、あぶねえ。いや、ドリンクはあるけど、ちなみに俺は回復装置をしなくても自動で回復できるっていうスキルつけてるから大丈夫なんだな、これ。いや、これ戦おうってするべきだったな。あの位置にあったらどうつけんねんっていう話では。まずい、誰かやられた。救助に行けないか。つけるつけるつける。いやー、そこバレたな。バレたバレたバレた。あの人助けてやりてえけど、あ、大丈夫か、いけるか。よっしゃ。いや、ドリンク飲もう。ドリンク飲んだら違う。ドリンク飲んだら違う。オッケー。ドラゴンボールあるぞ。ドラゴンボール、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 ドラゴンボールダッシュ、ドラゴンボールダッシュ。ここに置いとこ。よっしゃい。ドラゴンボールゲットしたら、もう相手から奪ったドラゴンボールゲットしたら遠く離れる。それが重要です。いや、どうしよっかな。HOL あるんだよな。一応ピン刺ししとくか。難しいな。初心者がやった方がいいっていうことって、なんか教えようと思ったけど、
だいぶ激戦だからさ。てか、ブーが1個持ってんだった、これ。やば、他人やんだ。いやー、3がもう1人回復したら行こうか。意思疎通図れないときにはスタンプなんだけど、仲間が助けを必要としてるぞ。戦おう、ドラ、あ、戦おう。お金はい、2回目か、あの人。すまん、すまん、すまん、すまん。2回目か。こっち見てないな。ちなみにブーはね、食った回復するとかいう新能力あるからね。よし、ドラゴンボールダッシュ、ドラゴンボールダッシュ、ドラゴンボールダッシュ、ドラゴンボール、ドラゴンボール、おい、お前がなんで言ってんねん。ドラゴンボールダッシュしたのに、ドラゴンボール大量に持ってる人が、あれしたわ。味方が倒れているぞ。いや、救助できないか。あれはまずいか。こうしよう。つけるぞ。あの人が死んでくれた。あの人のとこに行ってるから、血なんでしょう。やべえよ。助けてくれるでしょう、誰か。やべやべ、これは知る、これは知る、これは知る。これは知る、これは知る。タイムマシン起動のあれ。殺されるかもしんないけど。なんとかなった。オッケー。助けるか、あの人。いやー、大丈夫。オッケー、ナイス。ナイスファイト。ありがとう。オッケー。はい。でもあんたのおかげで起動できたからな。ドラゴンボールは最後に拾えばいいでしょう。オッケー、この人は自動回復装置を持ってんのか？オッケー。よいしょい。どうしよう、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 どうしよう。すごい上手い感じになんか逃げられたけど。仲間が助けを必要としてるぞ。ビーデルが、ビーデルが、ビーデルじゃないわ。ブルマがどん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 死んでいく。おっかねえなー。あれは食われる前にやった方がいいな。ちなみにここに火薬バリア装置を置いたはずなんだけど、誰か持ってったな、これ。ドリンクねえか、ドリンクねえか。ロケランもないか。くっそ、なんもねえ。あのブー壊したのか。いやいやいや、それはやばい。今そちらに補給物資を送る。有効に使ってくれ。食べちゃおう、食べちゃおう。あ、いた。これは これはやばいな。ちょっとあれ食われるのを止めてほしいわ。3になったらきついぞ。そうか、ドラゴンボール持ってんのはあの人倒したからか。いや、まあ3になっても起動してるから大丈夫そうではあるけどな。ルーは3になったが気探れるようになるからさ、強さが。近いぞ。いや、逃げろ逃げろ逃げろ。これはやばいって。いや、でもこっちに夢中になってるってことは起動キーがおろそかになってるから大丈夫。ま、もう一個食ってもこいつ、あの、4にならないわ。あの、体内に取り込まないから大丈夫。うん、まだ大丈夫、大丈夫、大丈夫。 OK。 でもね、これ生き返らすタイミングなんだよね。同じとこに死んでて、あいつが生き返ったってことを気づいたらこっち狙いに来るっていうね。そういうあれがあるからな。
なんだこのウーロン。どうにか俺を助けてくれ。これはさすがに厳しいか。頑張ってくれよ。はい。さあ、ということで2戦目やっていきましょう。ここですね。このここね、もう始まったらもうええよ、そう。ね。パックなんか設定さしてるなんかあるのかもしんないけど、ね、最後まで行ってこう押すとかね。そんな癒やしい人間になんな。A ボタンを押せば済むことをしないっていうね。パカ野郎がいるから、カバ野郎がいるから、ちゃんと押そう。まあ、この画面はもう何してもいいけど別にね。何をやっても別にいいんだ。一時始まった時はこれが流行ってたけど。この体操みたいなのが。ここはまあ何やってもいいかなって感じだけどね。ランク見てみ、ほら。始めたてみたいな感じじゃない?ねえ。昔からやってるんだったらもう100いってるだろうし。最近始めたのかわかんないけど、30あたりは多分最近始めたと思うんだよね。だから、まあ物資をこう、横取りというよりも分かってないと思うんだよね。ここの洞窟に入った物資は自分のものとは分かってないだろうし。でもスタンプの意味も分かってねえんじゃねえかなと思うんだけど、分かんないけど、一応しとくか。一応頑張った人とかに対してはグッドとかね、あの悟空のこのあれとかね、ベジータのあのやつは使うか分かんねえな、煽ってきたやつに煽り返すっていう名目で入れてる。あと、あれだね、レーダーやりたいがためにサバイバー始まった瞬間に、あの、即落ちすんのはやめましょうね。ツイッターやってない人とか分かんないかもしんないけど、そういうのは多分運営がちゃんと対処してくれてて、3回とか、まあ1回ではなんないかもしんないけど、2、3回、4回とにかく常習犯になったら運営が対応して、あの、アカウントを停止させられるので、新しく作ったらできるのかもしんないけど、毎回毎回そんなことしてると、レーダーとかサバイバーも育たんくなるし、サバイバーの能力はないか、レーダーが、あれだからね、あの、育たないというかね。やっぱレーダーもレベル上げて、あのレーダーの時間、そのスキルをね、強化できるから。だからね、あの、切断はしましょう。切断はやめましょう。切断はしましょうって、推奨するとこだった。切断もね、やめましょう。間違ってこう、何?エラーすることもあるわ。これもう、このゲーム、エラーすることもある。本当に。その場合はもう仕方ないけどな。それも1カウントにされるんだったら、それも運営が悪いと。故意でね、やったらそれはもう、君たちのせいだと。それで停止させられても知らん。ダマーとしか思わん。だからやめようね。ウーロン使ってんのはなんか、ウーロンすげえ気に入ってるからかな。バリア回復装置も近くにあると。てか、またば、あれか、ブーか。こういう物資を運べたら X には運びたいけど、まあでも、人のためよりやっぱ自分のためになった方がいいと思うね。人優先、自分優先の方がいいと思いますね。どこに弾があるんですか、これ。ああ、あれ、あそこにあるな。地形な、あそこ。ぶっすり刺しに行く、あれ。瞬間見れんだよ、あれ。誕生の瞬間。ありがとう。エリア破壊すんのかな。ルーとか、とにかく、あいつだって、やばい。大丈夫。なんか助かった。人がいたのかな。一応、海の中ね、入れない方がいいね。機動力落ちるから。スキルで最近泳ぎ上手が出たって言っても、水中より地上の方がいいわ。地上は回避ができるからね。でちなみに、この底に、バイクがね、入ってしまうとね、ボックスの位置によっては助かるけど、ほとんど助かんないっていう。オッケーオッケー。この人はあれかな?壊さない感じかな?エリア。
だから全滅しようと思うんだったら、やっぱエリアは一つずつ破壊していった方がいいような気もするし、とにかく、まあ自分が勝ち、こっちの、レイドの勝ちって言ったら、もうタイムマシン起動か、タイムリミットか全滅っていう手段なんだけど、まあ、タイムマシンさえね、スーパータイムマシンさえ壊せば、まあ、勝ちなんだよね。まあ、どんだけ人が逃げても。だから、まあ。もうね、ランク見ると、もう即つけるとかもつけないとか見ても、これもうあれしない方がいいね。あーどこだ言わない方がいい。その、初めてでの人はさ、多分今維持できるなんてのは、知らないだろうしさ。昔は維持できずに、付け直しだったんだよってのは知らないだろうし。話したら、なくなるんじゃねえかなと思ってやってる人の方が多いのかもしんない。魔人ブーか。これ、なんか中に人がいそうな感じがするな。救助に行けないか。うわぁ、3形態目になっちゃうなぁ。ああ。これ L だよ。L があったら、L ボタンを押して、押し合わせしましょう。L ボタン、R ボタン。爆弾があるなぁ。あ、でも、おっさん撮ってるっていうことは、上級者プレイヤーなんじゃないか。おっさんって、大変だよね。課金すりゃ、まあ、そりゃ取れるんだろうけど、課金して、おっさん取らんやろ。多分。あ、来た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 。俺はもう L はいらねえから。取ってけ取ってけ。ナイションの。ナイションの。よっしゃ。全部取れ全部取れ。あいつを助けてやりてえけどな。どこにいんねん。あ、慣れていった。音がしない。心音が。お、ナイス！オッケーオッケー。助けに行く、助けに行く。オッケー。待っとれ、待っとれ。オッケーオッケー。この時にもさ、スタンプできるんだっけ？あ、こいつにドラゴンボール渡すか。おい、おい、これこれ、これ。お前渡したんじゃねえよ。お前に渡しちゃうんだな、ねんだよ。起動しに行ってるなぁ。ちなみに魔人ブー、あ、もう一回食っても、体内には取り込まれないか。あ、ドラゴンボール。なんかすげえ色落ちてない最近。特大サービス。超絶特大サービスなんだけど。ドラゴンボール。おいど。あいつ助けたるか。もう4になったら逃げる。誰かやられた。うわぁ、1人が食われたか、食われそうになってるか。もうね、変身させないためにね、邪魔しまくるっていうね。もうその人には申し訳ないけど、あれ、次から次へと。これはやばいって。邪魔しないとダメだね、これね。これはもうね、助けられんのよ。やべえよ。もう一人食いに行くでしょう。オッケー。もう一人食いに行くでしょう。やべえよ。オッケーオッケー。やめろ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 。そのナイスファイトはいい。ナイスファイトはいい。オッケーオッケーオッケー。さてどうしたもんだろうな。振り込む。近づいてきてるね。だいぶね。あれどうする？あれどうするよ。どんだけやられてんねん。こりゃ厳しいぜ。変身なくなってもうたし、ロケランも外してもうたから、どうするこれ。助
けんのはね、これはもうここ退散か。爆弾があれば戦えるけど、二人だけしか残ってないんだもんな。それはまずいよね。あ、取り込まれるか。うわ、やっば。ちなみにこれ先に魔人ブーが全のブーを見つけられたらこれ終わるわ。なんかバチ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 しとる。なんで同じとこでこれやるんだろう。どこにあるんだろう魔人ブーのあれ。ブーのとこかな。仲間が助けを必要としてるぞ。ブーのあれどこだ。近くにいるよっていう。なんだこいつ。まさかそういうやつかい。倒さない系のブーってどこにあんだこれ。剥がすか、うん、食ってる間に。おいと。はい、こうなったらね、必殺技やってくる可能性あるし、とかもう俺変身なかったからさ、無理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 。結局俺人になっちまったか。余計ランはここにあるはずないか。一冊当たしに行くのか破壊しに行くか先に。うん、探してんのかな。ロケランあれば邪魔できそうだけど、いやーでも無理か。こうなった時は解散だ。まもなく脱出用タイムマシンの整備が終わる。青い光で示されたここに出るからね。呼び出しビーコンへ向かうんだ。あ、破壊させてくれたのかな。あれ、こういう系のやつかな。それを使って脱出するんだ。逃げていいってこと。さらば。はい。でもあれだったね、最終戦でもみんな頑張ったね、止めよう止めようって。でも次から次へとやられてったから。なんであいつ俺見つけた時に倒さんかったんだろう。遊びたかったんかな。たまにそういうレーダーいるじゃん、あの一人だけ残して鬼がしてくれるっていうレーダーも。そういう類だったのかもしれない。だって俺倒せば終わってたのにね。全滅すれば勝てるんだからさ、なんでやんなかったんだろう。はい、ということで今回はね、ここまでにしたいなというふうに思います。あのね、まあ、初心者というかね、やり始めの人が増えたから良かったなと。逆に今までやってた人がやめてってっていうこともあるかもしれないけど、今まではなんかやっぱランク見ても100とかさ、まあ、その辺90とかその辺だって、まあ、熟練者だと思うんですけどばっかだったんだけど、まあ、最近やっぱ10とか20とか30とか40の方がね増えて、あ、人口増えたんだなとね思いながらやっております。そこでやっぱ分かってない人はもうね、横通りじゃないけど、まあまあまあ故意でやってるやつもいるかもしんないけど、できるだけその入った洞窟の中に入った人が優先で取るべきもので、自分がもし1でその取ろうとしてるやつが0だったら、そいつにチェンジパワーを分け与えるとかもしてあげてもいいけど、まあ、やっぱみんなで勝つゲームだけど、やっぱみんな生き残って勝つことって難しいから、まあ、やっぱ自分優先でいいんじゃないかなと思う。いい物資も自分が持っておくべきだし、最後にね、こう勝てそうとかね、もう少しっていうところでは、まあ、助け合いとかね、すればいいと思う。最初の戦いはもう、自分がとにかく生きることを考えればいいかなとは思うけどね。そういうふうに俺はプレイしてます。はい。ということで、チャンネル登録とね、高評価お願いします。それじゃあ。